はい、皆さんこんにちは、林です。本日はですね、三井さんによるですね、自宅にある不要品、こういった商品をですね、 eBay に出してですね、高値で売れる商品10選ですね、こちらの方ですね、本日はご紹介をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。三井です。僕の方で eBay で実は売れる不要品10選っていうのを紹介していきます。よろしくお願いいたします。では早速ね、1点目なんですけれども、1点目はランドセルです。小学校卒業されて中学生高校生とかのお子さんがいる場合、もしかしたらランドセルっていうのが余ってるんじゃないかなと思います。このランドセルっていうのはですね、新品じゃなくて中古でも実際に売れてます。これ今も販売履歴になるんですけれども、70ドル前後が多いのかと思いきや、88ドルで売れてたりだとか、125ドル、これユーズドって意味なんですけれども、120ドルとかでも売れてます。もちろんやっぱりランドセルはメーカーっていうのはいろいろあるので、やっぱ高く売れるメーカーだったりだとかっていうのもいろいろあったりはします。スクールバッグですね、ちょっとこういう付属品とかがあればですね、120ドルとかでも売れてたりしてますね。これも正直もあっても仕方ないものだと思いますので、捨てるぐらいであれば eBay で販売してみてもいいかなと思います。では2点目なんですけれども、空き缶です。よく聞くかもしれないんですけども、空き缶もやっぱり売れてます。売れてるものとしてはコラボとかが多いと思います。お酒の空き缶だったりだとか、こういうエナジードリンク系の空き缶ですね、レッドブルだったりだとかモンスターとかの空き缶も売れてるんですけれども、やっぱり多いなって思うのがコカ・コーラとマーベルですね。映画とのコラボのものだったりだとか、こういうアニメとのコラボの空き缶っていうのは実際に売れてます。こういうのね、結構好んで集めてる方とかいらっしゃると思うんですよ。ペットボトルの蓋についてるちょっとフィギュアみたいな、昔あったと思うんですよ。そういうのは結構こういうセットとかで売られてたりします。で実際に売れてます。これもあれですよ、進撃の巨人とのコラボのやつですよね。お酒とアニメのコラボ、ここら辺も実際に売れます。3点目はですね、カンナになります。木削るやつですよね。僕自身もそんな詳しくないんですけれども、結構こういう工具っていうのは売れてます。古くてもですね、全然売れますし、実家とかにあったりするようなヴィンテージのやつですね、ツールとかって言われるものになってくるんですけど、こういうのも売れますね。4点目なんですけれども、シャーペンになります。インクは入ってないやつですね。インクが入ってるものになるとちょっとややこしいので、まあ、シャープペンシルですね。これ意外と売れてます。シャーペンとかで結構受験期とかで勉強するときにこだわってシャーペン選んでた方とかもいらっしゃると思うんですよね。そういう方で今もシャーペン持たなくなって余ってるよっていう方とかもいらっしゃると思うんですよ。そういう方意外と売ってみると eBay で売れたりすることもあります。今ちょっと出てこないんですけれども、結構シャーペン自体もアニメとかとコラボされてあったりとかするんですよね。そういうのが意外と高く売れたりします。5点目はですね、ゲームコンソール、まあゲーム機本体ですね。これはね、有名どころだと思うんですけれども、やっぱり売れます。自宅にあったらとりあえずゲーム機売ってみてもいいんじゃないかなと思います。任天堂の DS だったりとか Wii だったりとか、あとはもっと古いものですね、64だったりだとか、ゲームキューブ、スーパーファミコンとかも売れます。これ意外と動いてなくても売れたりしますし、やっぱりね、動いてるとしっかりとある程度の値段で売れますので、こういうところも見てってもいいんじゃないかなと思います。プレイステーション2、1とかも売れています。6点目なんですけど、一番くじになります。一番くじもコンビニとかそういうところでやってるくじなんですけれども、一番くじとかって eBay 始めたての人って結構フィギュアとかを選ばれたりするんですけれども、フィギュアとかではなくて結構こういうタオルだったりとか小物とかも売れたりしてます。結構趣味とかで一番くじやられたりとかする方もいらっしゃると思うんですよ。結構好きなアニメだったりとかアイドルとかが一番くじのフィギュア景品で出てて、 A 賞 B 賞とかですね、ラストワン賞とか欲しさに何回かくじをされることもあると思うんですけれども、まあなかなか当たらないと思うんですよ。当たらない時ってこういうような、その E 賞 F 賞とか G 賞ぐらいのちょっと小物のものが当たると思うんですよ。今ちょっとタオルで検索させてもらってるんですけれども、タオルだったりとかコップだったりとか、ちっちゃい小物が当たると思うんですよ。シールとか缶バッジとか、こういうの意外とまとめて売ったりとかするとまあまあいい値段になるんですよ。1万円とかいかない可能性高いですけれども、今円安の時代だと5000円6000円とかにも全然なってきますので、こういうのも意外と狙い目ですね。
家に余ってみたら一回オークションとかでもいいので出してみると全然売れるんじゃないかなと思います。7番目はですね、パワーレンジャーです。戦隊もののことなんですけれども、まあ、戦隊もののこういうおもちゃ、お父さんお母さんに買ってもらって未だにあるようだったりとか、お子さんがもう小学生中学生高校生となって飽きてきてまだ捨ててない方とかっていらっしゃると思うんですよね。こういうの意外と売れます。もちろん人気不人気のシリーズとかいろいろあるんですけれども、結構満面なく売れたりします。これ意外とノーボックスで売れます。結構そういうのも狙い目になってくるかなと思いますし、合体するやつがあると思うんですけれども、全部部品が揃っててっていう状態の方が高くは売れるんですけれども、欠品があっても全然問題なく売れます。もちろんそのバイヤーにちゃんと欠品ありますよっていうことを伝えて売らないとダメですけども、ちゃんと分かった上で買ってくれるバイヤーも数多くいます。注意点としては箱が大きいので送料は結構かかるっていう点はあるんですけれども、単体だけでも売れたりしますね。こういうの押し入れとかに埋まってたりとかすると思いますので、狙い目なんじゃないかなと思います。僕も結構小さい頃遊んでたんですけれども全部捨てましたね。次はですね、ゴルフクラブになります。例えばなんですけど、お父さんが最初ゴルフやってたけど飽きてもうやめちゃったって方もいらっしゃると思うんですよね。そういう時って結構ゴルフショップとかだったりとか、なんかメルカリとかで売っちゃいがちだと思うんですよ。もしかもめんどくさいから捨てちゃうっていうパターンが多いかと思われるんですけれども、結構 eBay 上でゴルフクラブ売れたりします。ゴルフクラブって結構日本のメーカーが作ってたりするんですよ。そういうの結構捨てちゃうともったいないです。少しここは梱包が大変っていうのはあるかもしれないですね。なかなかあった段ボールがないっていうのはあるんですけれども、ちょっと高い値段で楽天とかアマゾンとかに段ボールは売ってたりします。捨てちゃうぐらいであれば練習として売った方がいいかなと思います。でゴルフクラブって結構分解できたりするの、ドライバーとかに関しては分解して送っちゃうと結構小さいサイズでなるので、そういうのも挑戦してみてもいいかなと思います。次はまたスポーツ関連ですね。テニスラケットになります。テニスラケットも意外と売れてます。スポーツ用品やっぱ売れますね。スポーツ用品は日本のメーカーもいたりしますので、そういうところの商品海外では人気だったりします。ヨネックさん、ダンロップさん、日本の有名大手メーカーですね。ガットの部分がですねなくても問題なく売れます。結構穴開いた状態で売られてる場合もあります。これも完全ないですし、これもないですね。もちろん物によるんですけれども、問題なくどんどん商品が売れていったりします。ゴルフクラブだったりとか、こういうテニスラケットとかもそうなんですけれども、体調悪くなってスポーツで見られた方とかはもう家に置いておいても仕方がないので、こういうのをどんどん eBay で販売してお金に変えてしまった方がいいかなと思います。これで最後になるんですけれども、雑誌になります。結構何でも売れてます。まあ、昔のちょっと古いフライデー、まあ、96年ですね、これ、だったりとか、プレイボーイだったりとか、タレントさんが載ってるやつとかも売れてますね。いろんな雑誌が売れてます。日本語だからって言ってあんまり関係ないですよね。こういうジャンプ雑誌とかも売れてます。サンデーも売れてますし、車の雑誌とかも人気ですよね。日本車って結構人気がありますので、そういうのが載ったものの雑誌っていうのも結構売れたりしてます。ジャパニーズカルチャーになるんですかね。こういうのも売れてます。こういうのもね、やっぱ家に意外と余ってたりすると思うんです。そういうのももうせっかくね eBay 始めるんであれば、どんどん eBay の方に出してしまった方がいいですね。こういう古いやつじゃなくても、例えばディアゴスティーニとかで1ヶ月に2回3回出るような、そういうシリーズのものも出ます。やっぱり eBay 始めるにあたって、最初本当に何出品していいかわからないと思いますし、やっぱ eBay の販売実績っていうのをつけていきたいってなった時に、まずはですね不要品から売るっていうところを始めていただいて、実績を作るっていうところからスタートしてみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、動画の方いかがだったでしょうか。動画を見てもお分かりになるようにですね、こういう商品家にあったなってね、そういった商品っていうのはですね eBay では本当にね高値で売れたりとかしますし、現在円安ですので、そういったものも含めてですね大きなねリターンを得ることができます。常に我々がビジネスをやっている中ではですね、商品をそもそも捨てるというよりはですね、一回相場を見てみると、そういうねチェックをすることによってですね、自分にとってはもう0円の価値のものがですね高値で売れるということもねやっぱりありますので、ぜひねそういったマインドでですね日々物販の方に取り組んでいただければなというふうに思います。それではですね、早速多くの方にですねお申し込みいただいてますけども、ぜひですねこの概要欄にあります商品ページのリンクからですね三井さんとの面談、こちらの方をですねお申し込みいただければなというふうに思います。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.